おじやサッカーキングチャンネルの石です。今年2018年はやはりワールドカップがあったということでして、サッカーキングチャンネルとしましても、たくさんの動画を、皆さんにお届けできた1年だったかなと思います。毎日、月曜日から金曜日までお届けしているサッカーキングハーフタイムは、もちろんなんですけども、今年からまた新たにたくさんの収録動画であったりですとか、特にワールドカップ期間中はコメスタと、言った番組がですね、非常に好評だったかなと、思っております。今年 その上位で、見られた動画なんですけども、やはりコメスタがかなり上位に来ていて、それだけやっぱりワールドカップっていうのは、たくさんの方に見られたコンテンツだったのかなというふうに思います。もう間もなく、2018年が終わる、そして2019年が始まるわけなんですけども、皆さんもうお正月休み入っているかと思います。今回の動画ですね、私ミッシーが10本の動画をチョイスしまして、こちらぜひ皆さんにこの年末年始に見ていただきたいなという動画でございます。それでは早速紹介していきたいと思います。まず1つ目は外国籍選手インタビュー。サッカーキングチャンネルですね、今年は特にそのインタビューの模様を、動画でお伝えすることがかなり、増えまして、もともとは記事だけでやっていたものを、記事と動画が連動する形になったんですけども、今年の春先ですかね、今年見事 J リーグの得点王に輝きました名古屋グランパスのジョー選手、そしてベストイレブン入りも果たしました北海道コンサドーレ札幌のチャナティップ選手、この2人は、今シーズン J リーグで非常に活躍した選手なので、こちらの選手の動画がありますので、ぜひこちらは、皆さん見ていただきたいなと思います。そして、J リーガーではないんですけども、この秋に来日した、僕がド緊張したドログバのインタビューですとか、これも9月ぐらいですかね、元レアルマドリードのロベルト・カルロスのインタビュー、こちら僕が頑張ってポルトガル語で話したやつもありますので、ぜひこちらも、皆さん見ていただきたいなと思います。続いては堂安選手のインタビューです。こちらの動画もですね、ワールドカップのメンバーが発表されて、ワールドカップいよいよっていう時期に、したインタビューでした。堂安選手を期待している方は、当時多かったと思うんですけど、今みたいにそんなに多く広く知られてなかったんじゃないかなというふうに思います。まだ日本代表全然入る前のお話ですので、その時点での堂安選手の心境とかどうだったのかとか、フロニヘン1年目で非常に活躍しましたし、そこら辺の話を聞いています。その中ですね、アジアカップの話とかもちょろっと出てくるので、その辺はぜひ皆さんアジアカップ開幕前までぜひ見ていただきたいなと思います。続いてはブラジル代表チッチ監督の練習動画です。こちらの動画ですね、僕は非常に、なかなか見られないんじゃないかなというふうに思います。チッチ監督は、戦術家として知られていまして、もうその各選手のポジショニングとかめちゃめちゃこだわりを持ってすっごい細かいんですよね。そういうの自分がもう身振り手振りで自分が動いて選手を動かしてっていうこちらの動画ですね、あんまり見られてないですよね。この動画非常に貴重だと思うので、ぜひ皆さん、見たよって方もいらっしゃるかもしれないですけども、ぜひ見てほしいです。続いては川島選手特集です。こちらの動画なんですけども、サッカーキングハーフタイムの回でして、川島選手の耐震力という本が、発売されたんですけども、こちらの構成に携わったサッカーライターの補正克也さんにご出演いただきました。川島選手といいますと、ロシア大会、日本代表のゴールマウスを守り続けた、ゴールキーパーなんですけども、セネガル戦のミスとかもありまして、かなりちょっとバッシングみたいなのがあって、ちょっとネットとかで僕もちょっとね、もう本当見てられないような、皆さんのコメントとか見たんですけど、実際でも川島選手はピッチに立ち続けた、それはどういった意味を持ったのかとか、西野監督とのその秘話とかっていうのを、細江さんにいろいろ伺ったりとかですね、そしてサッカーキングチャンネルですね、川島選手の単独インタビューも行っております。なのでぜひこのハーフタイムを見て、その流れで川島選手のインタビューを見てほしいなというふうに思います。川島選手がワールドカップでどういった思いでプレーしていたのか、こちら2018年のうちにぜひ振り返ってほしいなと思います。続いてもサッカーキングハーフタイムの方からですね、サッカー選手の代理人を務めてらっしゃいます田辺信明さんの出演会です。プロサッカー選手の代理人というのは、欧州とかでは結構その敏腕代理人みたいな方がいらっしゃって、結構ねその移籍界隈では非常に中心人物となるんですけども、日本サッカー その代理人というとなかなかその表立って出てこないのかなというイメージがあるんですけども、こちら田辺さんに出演いただきまして、本当いろんなことを教えていただきました。コメントでもあったんですけど、これはちょっとお金を払っていいんじゃないかぐらいの価値のある放送みたいなね、そういったコメントもあって、非常に僕も見ていて非常に嬉しかったんですけども、なかなか知られてないことがたくさん話されているかというふうに思いますので、こちらの回ぜひ皆さん見ていただきたいです。続いては小松監督シリーズ。急になんじゃそりゃっていう感じなんですけども、小松さんと言いますと、なぜか現場
監督キャラに、なりましてですね、まあ小松さんがいろんなところに行って、まあ、ロケをした動画の、ところをちょっとまとめてみました。まあ、まずは代表作といってでしょうか、ヘルメットをかぶった国立競技場会、まあ国立競技場もまあだんだんできてきていまして、2020年がまあ近づいているということもありますので、その時一体、国立競技場どういった感じだったのかと、そういった動画になっています。モンテリオ山形のホームスタジアムである NDN ソフトスタジアム山形に行ってですね、まあ雪かき開幕に向けて、サポーターで雪かきをするというその体当たりロケですね。そしてもう一つは J ビレッジです。まあこちらの会なんですけども、まあ東日本大震災で、まあ、J ビレッジはそういったあのサッカーの活動がなかなかできない時期も、あったんですけれども、まあ今年の夏に、まあ、再び、スタートを切ったというところで小松さんが現場にいていろいろリポートをしてくれています。続いてはワールドカップグルメ。こちら昨年の12月ですね、日本代表が、グループステージでどこの国と対戦するのかという、まあ、抽選会が行われまして、コロンビア、セネガル、ポーランドとなったわけなんですけども、サッカーキングチャンネルでは、まあ、その3カ国の、まあ、料理を食べてですね、まあ、相手の国がどういった国なのか知ろうという企画を行いました。まあ、ありがたいことにサッカーキングチャンネルやっぱりあのワールドカップ期間中にかなり、まあ見ていただける方が非常にね伸びているんですけども、こちらの動画まあ1月か2月ぐらいね出したものだってまだあまり知られてない時期だったのかなというふうに思うので、まああのワールドカップは終わってしまったんですけども、ぜひもう一度見ていただきたいなというふうに思います。続いては原ひろみさん出演会です。こちら2018年のサッカーキングハーフタイム一発目でした。まあ、私ミッシーが MC を務めさせていただいたんですけども、J リーグ副理事長の原ひろみさんにこのスタジオに来ていただきまして、まあ、J リーグ、今年は25周年だったんですけども、一体どういうことをしていきたいのかとか、まあ J リーグの今後とか、まあその昨シーズンですね、2017シーズンの振り返りとか、たくさん生でお話しいただきましてですね、まあ、あの実際に視聴者の方のコメントを拾ってリアルタイムかあの答えていただくみたいな、シーンもありました。まあ、実際その中から、まあ、ルヴァンカップのレギュレーションが変わったりみたいな、そういった話の、まあ、どういった意図があって変わったのかみたいなところも触れていたりするので、こちらを改めてぜひ皆さんチェックしてみてください。続いてはスタイリスト若梅さん出演会です。こちらサッカーキングハーフタイムの水曜日の回だったんですけども、まあ、サッカー選手の私服というところにちょっとフォーカスしてみました。まあ、フランス代表の選手とか、まあ、合宿地に行く際にまあどういった服装を着ているのかみたいなので、まあ、カンテこんなジャージ着ていくのかよみたいな感じでかなり話題になったりするんですけども、まあそちらまあ我々、まあ、素人じゃちょっとよく分かんないこともあるので、その実際にスタイリストの方に来ていただいてどの辺がいいのか、どういった部分がおしゃれなのかみたいなところを伺っております。まあハーフタイムは1時間番組なんですけども、かなり大幅に、オーバーしてお届けした回なのでちょっと長いんですけども、まあ、非常に面白い回となっております。最後はブラジルから欧州に羽ばたきそうな選手特集です。こちらの動画なんですけども、今年の4月に出しました、ブラジル全国選手権が開幕する、タイミングということなので、まあ、注目の若手5選ということで紹介したんですけども、現在レアルマドリードに所属しているビニシウスジュニオールですとか、まあ、この冬にミランに行くであろうという、まあ、ルーカス・パケッタ、まあ、当時はフラメンゴ所属ですけども、といった選手を紹介しております。なので、まあ、彼らいずれあの欧州に行く、まだあのブラジルでプレーしている選手もいるんですけど、そういった選手はいずれ欧州に行くというふうに思いますので、まあ、ぜひ今年のうちに見てほしいです。いつもご視聴ありがとうございます。サッカーキングチャンネルはですね、2018年なんと700本以上の動画を、公開しております。まあ、非常に、まあ、多いんですけども、皆さんの高評価であったり、まあ、コメントであったり、まあ、そういったところで、まあ、我々の、まあ、頑張る原動力となっております。ぜひ来年も引き続きよろしくお願いします。そして来年2019年はですね、まず1月にこのアジアカップというビッグイベントもありますし、まあ、夏にはコパアメリカもあったり、まあチャンピオンズリーグの組み合わせも非常に楽しみだったり、まあ、J リーグももう2月に始まるしと、まあ盛りだくさんとなっておりますので、来年も引き続き頑張っていこうと思います。その1月なんですけども、まあ、アジアカップが開幕するということで、サッカーキングチャンネルではまあそのアジアカップ日本代表の様子なんかも、動画でお伝えできればいいなというふうに思っております。加えてサッカーキングハーフタイム、月曜日から金曜日までお昼12時から放送している番組なんですけども、新年一発目は7日の月曜日からということになりますので、来年もぜひ引き続きお付き合いいただければと思います。2018年もお付き合いいただきありがとうございました。また2019年もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。